こんちは、おはようございます、こんばんは、はとくまです。昨日飲み会がありまして、久しぶりにお酒を3杯飲んだら酔いました。二日酔いです。今日はアーノルドクラシック2020に出てくるクラシックフィジークの選手を紹介していきたいと思います。ここに関してはもうちょい出てくるかなって思っていたんですが、思ったよりも有名どころの選手は出てきませんでした。ただまだこれで絶対確定ってわけじゃないので、ブレオンやクリス・バムステッドは出ないと言っていますが、まあ、それで言うとサディークのクラシックフィジーク復帰戦がいつになるのか、サプライズでアーノルドに急に参戦とかなったらめちゃくちゃ面白いんですけど、ということで、まあ、行きましょうか。サンティアゴ・アラゴン、この人は今年5月に行われたプエルトリコプロではクラシックフィジークで2位を取り、なぜかその1ヶ月後のダラスプロで212に出てきた人です。山岸さんのお尻を見て、やっべ見ろよこれって言ってた人としても有名ですが、本人は212に行きたかったのか、それともクラシックがいいのか、今なんかどっちつかずな感じでサディーク感が漂っているんですが、どちらかといえばクラシック向きなサンティアゴ、ただ大きすぎる気もする。馬力勝負を仕掛けてくると思いますが、ハマれば上位に来ると思います。次はサンティアゴと同じく212からクラシックに来たアレックス・カンブロネロ。今年からクラシックに来たわけですが、アレックスの場合は大成功してると言っていいと思います。さすがはニールヒルの弟子。ピッツバーグプロで優勝してオリンピアを決め、オリンピアでは6位に入りました。山本カップではブレオンについて2位でしたが、もともと筋肉量という意味では十分すぎるほどついていたアレックス、大会に出るたびに筋肉量をそぎ落としているのか、ウエストの細さがより目立ちます。細いウエストでめちゃくちゃ広い背中というのもいいですが、クラシックに必要な分の筋肉量を保持してプロポーションをより重視しているという作戦でしょうか。個人的にはうまくハマっているのかなって思います。今回のアーノルドクラシックでは間違いなく優勝候補の一人ですね。トト・ジョン。この人も212から今年クラシックに転向した選手です。ニューヨークプロでは14位でしたが、11月のリージョンスポーツでは6位。今月のバトルオブテキサスでは準優勝と順位を上げてきています。この人の場合はアレックスとかサンティアゴとは真逆で、もともとあまり馬力があるわけでもなく、徐々に全体の筋肉量が増してバランスが良くなり、かつコンディション調整が大会ごとに改善されているのかな。クラウス・ドレッシャー。この人は左足を怪我したことがあるんでしょうか。左右が非対称です。僕も右膝の靭帯を怪我して右足の方が結構細いのでそう思いました。ヒョンジュさん。多分この人なんですがよくわからないです。そしてスティーブ・ローレウス。なのでチーム Y3T で戦います。スティーブも優勝候補ですから、個人的には Y3T で優勝争いかなと。今年の春からオフを設け、だいぶ大きくなりました。もともとプロポーションは最高でしたから、ここに筋肉がつけば無双モード突入です。もしアーノルドで優勝すれば一気にオリンピア優勝候補に名乗りを上げてくるでしょうし、まあ、すでに優勝候補には上がってはいますが、スティーブ・ローレウスに関しては本当に今年のアーノルドよりはるかに進化していると思うので楽しみです。アブナー・ローガン。危ないローガンで覚えてください。去年のナショナルズでプロになり、今年プロ初戦のタンパプロで優勝、オリンピアに出場しました。この人もバランスは結構いい選手で、全体的な厚みの部分だったり筋肉量っていう部分で他のトップ選手と比べると劣ってしまう感じがしていたので、そこが埋められていけば活躍していく選手かなと。オーランド・マルドナド。2017年まで212の選手だっただけあって腕は太いですね。リッキー・モーテン。サン・アントニオプロで優勝して2020年のオリンピアはすでに確定しています。今年のアーノルドでは6位だったんですけど、もともと結構バルキーな選手で、特に下半身がめちゃくちゃすごい特徴的。9ヶ月くらいでさらに足が太くなっていて、なんかより人じゃない感が増しています。足だけじゃなくてしっかり腕や上半身の厚みも強化されているので、2020年のアーノルドはトップ5入りしてくるかもしれません。アブチン・シェカラビ。なんか名前が危ういですが、今年のアーノルドアマチュアで優勝してプロになっています。そしてその後のニュージーランドプロで優勝してオリンピアにも初出場している。アーノルドアマチュアの時は下半身がまだ今一つって感じがしていましたが、時期が経つにつれて下半身もだんだん太くなり、もともと強みだと思われていた上半身もめちゃくちゃ熱くなっている。この人もトップ5入りしてくるかもしれない選手です。アブチン・シェカラビ。興味のあるないで話す中身の濃さが全然違う気がするのは気のせいです。最後はジェイソン・ストレイハンド。この人はドレッドヘアが特徴的で、本当黒人のドレッドヘアっていうのはかっこいいんですけど、ウォリアーズプロでダニオーナンとかアラシュラバーについて3位入ったジェイソン。大体四頭筋が太くて胸の面積が広いので個人的好きなポイントなんですけど、まあ、要はフロントポーズが強いってことですね。
ただそれに比べるとハムだったり背中が少し弱点なのかなって思います。以上11名がクラシックフィジークに現在出ることが決まっている選手たちです。やっぱり個人的にはスティーブ・ロールス、それが一番楽しみなポイントです。明日は一番出る選手が濃いオープンボディビル、正直楽しみすぎて何かあるわけじゃないですが楽しみすぎます。ということで今日はこの辺で終わりたいというふうに思います。もし気になる感じいただけたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆様からの温かいコメント、高評価、応援、いつも本当ありがとうございます。ということでまた明日の8時にお会いいたしましょう。では、チャン。